ルギーが必要です。賢者こうだよ、異世界の騎士を召喚し人狼バトルで競わせてください。人狼バトルは言葉を尽くす神聖な儀式、必ずや騎士の声が世界を救うでしょう。賢者こうだ、頼みましたよ。あれ、おお、なんすかこれは。人狼ゲームの何ガテン、何そういうこと、何これ、あれ、何今日は、何かのアフレコ、あ、撮りますか、あ、なんか、でも撮りますよね、撮りますか、あれ、今日 BL って聞いたんだけど、はいはい、どうしてそこに BL、 あ、そう、俺もキューちゃんと信長が、違う、信長そう受けてたけど、いやいや、そんな相手できない。ようこそ、伝説の騎士たちを。びっくりした。無事に召喚が成功しましたね。召喚？いらっしゃいませ。どうも。私は賢者こうだ。この国の王家に仕えています。賢者こうださん。もう準備はできています。それでは存分に戦ってください。どうぞ。意味が分かんない。意味が分かんない。この国を救うために人狼バトルで戦っていただきたいんですよ。そのためにあなたたち。伝説の騎士をお呼びしたんですから。どうも伝説の騎士です。伝説の騎士を呼んだんですね。なるほど。じゃあ騎士さんだけでいいんじゃない。あれ、おかしいですね。あなたたちは伝説の騎士ではないんです。伝説の騎士です。あれでしょ、あれを言えばいいでしょ。僕たちは声優です。そういう答えが欲しいです。声優、ほら、合ってたからね。正解っていうのが、声優とは何ですか。何か声優というものが分かることをやっていただいてもよろしいですか。信長君、やっといて声優。でもあのここにいる時点で声優って何なのかなって最近思うんですけど、このセットがあって昨今の声優は何なのか、まあ、君の瞳に折れんな君の瞳に乾杯。まあ、伝説の騎士ではありませんが、皆さんとてもいい声をしていらっしゃるんで大丈夫ですね。ありがとうございます。みんななんとなくこれ切らないからね。察しがいいんだね、みんなね。この戦いは声が大事なんです。ほう。人間の内側に満ちているエネルギーは意志を持って発した声に宿ると言われています。人狼バトルではその声をぶつけ合うことで大きなエネルギーを得ることができるのです。この声のエネルギーをいただければ我らが国王の呪いを解くことができ、あなたたちを元の世界に戻すこともできるんです。なんだって。どうでしょう、人狼バトルで戦ってみませんか。我々は人狼バトルをしなければ元の世界に帰れないということかね。そういうことですよ。じゃあやらないと。頑張ろう。人狼バトルをやらなければ。よーし、椅子が並んでいます、はい、好きな場所にお座りください。椅子の上に置いてある封筒はまだ開けないでください。あんた真ん中来いや。これ箱馬に座ったら何かあるのかな。じゃあ僕メガネの人の隣でしょ。いいよ、俺も勝手にしよう。じゃあ俺じゃあこっちに、あの体重のバランス的に真ん中だって。身長が一番ね、バランス均等に。ひろき大丈夫、そんな脱いだ方がいいんじゃん。汗だくなんじゃないの。俺、うん、
ごめん、うん、自分の役割が書いてあるカードが入っているので、うん、他の人に見えないように一番左の方から順番に確認してください。じゃあリアクションもヒントになりますから気をつけてください。絶対見せるなよ。では行きます。もうここから始まってんだよね、うん、あ、でも表情見たい。表情見たい。だからこっちも表情見て、表情見たい、ね、表情見よう、うん、一人ずつ表情見よう、うん、何これ何これ。賢者キーだし、賢者です、賢者、賢者、賢者コーナーです。あ、賢者コーナー、マーリンかもしんないね。マーリンかもしんない、それ違うゲーム、マーリンかもな。じゃあいきますね。あー、なるほど、狼は信長くん、なるほどね、わかりました。それ信彦くんじゃないですか。長って書いてますね、はい。シコリンって書いてあるでしょ。シコリンって書いてない、書いてないですよ。シコリンって何のことか僕は。ピコリン、ピコリン、ピコリン。さあこの人のリアクションがね、肝だよ。気持ち悪い、気持ち悪い。二股に分かれてんじゃねえの。え、そうですけど、3、4枚あるな、下が伝説の気象って書いてありました。やっぱりね、やっぱそうだな、言ってたもんね、はい、じゃあいいですか。両兵もな、うまいから ね、 この辺は、この辺は上手い、難しい、上手いのが並んでんじゃん。そうそうそう、あ、マイク落ちちゃった。今褒めて、今表情持ってるな、持ってるな、音声さん、俺じゃねえよ。俺か、はい。めっちゃ見開いた。あれ、あれ、あれ、なんか優しい、優しい顔だ。いきまーす。母既得、すぐ帰れ。早く帰った方がいい。早く終わらそう。はい、じゃあ拝見します。どんなかな。なるほど、わかりました。はい、わかんないな。忍者かな。はい、じゃあ忍者見ます。おおお、あれ、いや、それ普通でしょ。で見たらいいです。はい、じゃあメガネズ。人狼だったら瞬きします。絶対しないようにしてる。いや、わかんないよ、これじゃわかんない。それでは人狼バトルスタートです。人狼探しの時間は夕方の6時まで。鐘が6回鳴ったら会議の時間は終わり、投票を始めていただきます。まずは一番左の方から順番に自己紹介をして、左の人、あ、僕から、最後に私は人狼ではありませんと宣言してください。はい、どうも、あの青鬼プロダクションから来ました声優の島崎信長です。はい、あの僕は人狼ではありません。よろしくお願いします。はい、素晴らしい。拍手する流れ。あの研修なんでちょっと拍手。研修大丈夫ですか。大丈夫です。あのちょっとダメですけど。じゃあ僕プロフィットから来ました。信彦、岡本信彦。僕は人狼ではありません。シコリンだろ。違います。やめてくださいよ、シコリンっていうの。なんかそれ待ってたの。よろしくお願いします。2014年4月より青鬼プロダクションになりました。狼少年剣役の岸尾大輔です。私は人狼ではございません。シコリンでもございません。そりゃそうですよ。皆さんこんにちは、木村良平です。人狼ではありません。よろしくお願いします。やばい、これだって作戦だろ。で、私が高橋宏樹でございます。当然人狼ではございません。東京都出身、菅沼久義です。スリーサイズは上から89、57、88。すげえ、裏腹です。私は人狼ではありません。検証やりきれ。検証、私は検証やです。はい、杉山紀之です。私は人狼ではありません。さらりとした。さらりと。いつもさらりですね。はい、アイムエンタープライズからやってまいりました真島淳二と申します。私は
人狼ではなくメガネの人です。メガネかけてますからね。あ、続いちゃう、続いちゃうけど、あ、本当だ、メガネの人続いた。結局コーポレーションから参りましたメガネの人沖塚津幸です。私は人狼ではございません。はい。それでは会議を始めてください。全然わかんない。慎重だね、みんなね。人狼を見つければいい。そう、見つければいいってことですよ。心に傷を負っただけだったな、今ね。いいこと何にもなかった。ケイちゃん、何ですか。いや、いいこと何もなかった。父とか寄せるから。いや、じゃあ、じゃあ限りある時間使ってこう。そうだね、そうだね、やられちゃうからね、人間がね、うん、じゃあちょっと経験者のお二人ちょっと、ね、進め方教えてください。なんか夜な夜な遊んでるって。あ、うん、あ、遊んでますね。夜中と遊んでんの。違います。夜中と遊んでるここにいないから。あ、そうなんだ。まあ、実生活というか元の世界の方ではよくたびたび木村良平さんの家に行ってですね、うん、飲みながらやっております。経験者はそこの3人ってこと、うん、そうなるんですか。皆さんやったことないないです。僕、うん、もでも人狼は1回しかやったことないんで、正直この2人に引っ張ってもらうのが一番いいかな。ノブノブコンビで。ノブノブコンビでいますか。じゃあ 誰を追放しようか。誰にしましょうか。怖いやつらだな。仲良しやな。あのメガネ。メガネ。メガネのメガネの方からとか。メガネ嘘つかないよ。そうだよ。メガネ嘘つかないですか。メガネは真面目な証拠だから。ちょっと俺のメガネ誰かどっかさ。持ってきてんだよ俺今日。いや、そういうバトルじゃないよ。メガネバトル。メガネバトル。大作さんどう思います？メガネは体の一部だからさ。東京、東京、東京。確かに。なるほど、なるほどな。全然見えないね。うん、全然。全く見えない。え、現状で誰が怪しいなんて直感である方っていらっしゃいますか？感覚で。お、ひろきさん。え、今なんか言おうと しませんでした？パピヨンの人が。パピオンの人のね、さっきのね、パピオンの人のこういじるときに、はい、目を開けたらそこにいたからびっくりしたよとおっしゃったんですよ。うん、でみんな目開けたらそこにいたからびっくりしているんだけど、うん、思わずそこを口走っちゃうということは、うん、何かの時に、なんだ、人狼だけ目開けてくださいとかってあった。あ、そうだか。その時に声が出そうになったらやべえバレるという心境があったのかなっていう気がちょっとするんだけど、でもそれは素直なリアクションですよ。素直だと思う。それは預言者の人も同じだから、どっちなんだろうなっていう気がして、ちょっと今数少ないというかヒントがあるの、うん、そこだけかなとはちょっと思って。1個だけヒントって感じですね、うん、材料出していくのはすごい有意義なことですよね、うんうんうん、その時に立ってたかどうかだよね、また、うんうん、そうですね。そうだ、あの、いつ立ったか。夜のターンのために誰か預言者が中にいるわけだから、誰を見てもらうか決めといた方がいい。その順番だけは怪しいっていうのが出てきてから、うん、当てずっぽじゃなくて、まあ、この辺にはしておきたいですよね。なぜなら誰って言っておくと、例えば、うん、その人を噛んだらそこで例えば人間だって確定したのが消えちゃったりとか。噛むって言うんだ。あ、噛むって言っちゃった。襲撃先を散らすっていう意味で、うん、あの、確定して一人の人にこうこの人占ってくださいっていうよりかは、このどっちかの人かなとか、あ、そういう雰囲気をした方がいいかもしれない、うん、いいな。人狼の人があらかじめその人を狙っちゃう可能性があると。そうです、そうです。2、3人ぐらいにしといた方がってことか。バラけさす。どうですか雰囲気、メガネーズとノブノブコンビ、ノブノブコンビとメガネーズ、そこの分け方でいいの。なんでね、悪いじゃん。そうそう、メガネかけてるだけ。2対2ってことは、ちょうどいいパッチ位置なんで。でも、まあ、人狼じゃないからね。でも、やっぱり経験者って強いから、個人的には味方にしたら強いわけですよ。だから、占うのこっちでメガネつる、ちょっと待って、うちらどっちかを犠牲にしろって。メガネは正直、まずいたもいなくても。メガネキャラってさ、2人もいらないよな。メガネキャラ2人もいらないよ。かぶってるの。でも確かに経験者でゲームを進めるのがうまそうな人が敵ではないってはっきりしてた方が今後人間側としては絶対有利だから、そういう意味ではすごい不利なんじゃないですか。そういう意味ではねっていうのを知りたい、信用したいっていうのはあるよね。敵だったら、まあ、狼だったらその場合出ればいいわけですからね。その通りだ。うん？じゃあ誰を優先的に、優先順位として、まあ、何人か候補挙げるとしたら、信長さんがニヤニヤしてるよ、うん、なんかちょっとね、すげえニヤニヤしてる。信長君はいつもニヤニヤしてるんです。現場でもニヤニヤしてるんです、いつも。だからあんな口元が爽やかなのかい。違う。ねえ、某アイドルアニメを見るときもそうなんでしょ。もっとニヤニヤしますね。そんな感じでします。
そんな感じなんです。ほらでもシコリンって呼ばれてるんですそれはやめてください。マネージャーもいるんで。マネージャーいなきゃいいのかな。いなきゃいいんですよ。マネージャーも召喚されてるって。マネージャーが OK みたいな。こんな感じでいいんですかね。大丈夫です。今すごい素晴らしい。今すごい最初のターンはそんな感じです。今ね、こんな感じで。まだ情報も少ないですからね。直感と言ってった方がいいんじゃないですか。そうですメガネ、マジでメガネのうちの一人が釣るって僕多分どっちかのお二人に多分バラ流れにこれ渡しますよ。すげえなんかチームワークいいもんなあの二人。はい。この二人の話していい。あの付き合いが長いからなんだけど、すごく伸び伸びとしてらっしゃるじゃないですか。こんなおっぱいを作ったりとか。多分彼の性格からすると。自分が人狼だったらあんなことできないと思うから彼は人間なんじゃないかなって思ってます。分かってんね、この人分かってるよ。誰だよその場合。預言者だったらどうですか。預言者でも多分役割がすごく重要になってくるでしょ。多分耐えられないと思う。そんな俺心弱いから弱いっていうかね、伸び伸びしちゃってるから。伸び伸びしてるか今何にもないんだ。そうね。同じく菅沼さんと付き合い長いよっていう人います。付き合いは長いけどな。どうですかこの目を見て。まあ確かに生き生きとしてるね。これね、残り3分。やばいやばい、時間がない。方向性だけでも、方向性だけでも、じゃあ伸び伸びしてるんですね。正直最初の誘導と言ってしまえば誘導だけど、通りに今なってしまってるので、それが嫌だっていう人は諦めた人はぜひ意見をください。だって人間サイドが生き残るためには本当は初回のターンはみんな生き残ってた方がね、あのだからあの間違って誰かを人間を当ててしまって減らすよりは次のターンで、つまり預言者のターンが1回でも多い方が有利なはずだから、そういう意味では会話をリードしてったあの2人がちょっと気になるといえば気になるな。あ、じゃあ最悪な話しましょうか。隣の人にバラを1本ずつ渡せばもう崩壊しちゃいます。あ、1人1本ずつだったらね。隣の人バッてやったら全員が1本ずつっていう、はい。でもそれは反則技な気がするんです。なんでか分からないけどやっちゃいけない気がするんです。なんかダメな気がするんです。感じるね。なんか感じるね。なんで狼を見つけたくないよね。そう、僕でもね、そっちも嫌いじゃないんですけど。彦さんもでしょ。嫌いじゃないですよね。勝つためならね。はい。なんでそれも辞さないと言ってしまえばあれですけども、でもやっぱりどこかから今日はやっぱり追放しなきゃいけないかなとは。だ、情報が少ない初回だからこそ、まあ多少でもその票を散らして、あの弁明してもらうっていうのは手かもしれないですね。それはまた次の参考に、より引き出して話した方が。あと、めっちゃ楽。めちゃくちゃ気が楽そう。多分食も何もついてない。この人ただの一般ピープル。一般ピープル。この人人。なるほど。人。で僕も多分人だな。僕も人だと思う。人です。確かに下の動きが微塵も揺れがなかったというか。いや揺れてたよ。さっきめちゃめちゃ揺れてた。良平さんどう思います？まあね、菅沼さんの勘は当たらないからね。本当にこれも長い付き合いでね。自信を持ってて当たらないからね。残り1分です。1個だけいい。はい、1個だけ。おきつくんの汗のかき方が半端ない。だって俺絶対やられちゃうでしょこれ。このままいったら僕がのちょっとフォローすると、おきつくんはとても汗かいです。そうですよ、おきつくん別にでも汗かいてないんだ。ってひろきさんが汗かいてない。だって人間なの間違いないのに、もう追放されようとしてるわけですよ。メガネーズとして。そう、メガネという理由だけで。信長なんでかばったのかが俺今気になるけどね。なんで急に。もう絶対僕になると思ってるでしょ。絶対僕になると思ってるでしょ。僕実際おきつさんととある現場で一緒だった時に、一人だけ本当に尋常じゃない汗だったんですよ。何でもない時に本当に尋常じゃない汗だった。尋常だったかもしれない。これでもうね、投票か。信じられない。投票の時間です。尋常だと思う相手にバラを渡してください。順番はどなたからでも構いません。誰からでもいいです。
さあどうする？最初は勇者ですよこれ。いけたい。まあわかりました。じゃあいいですよ。僕勇者がいた。僕言っちゃった手前お渡ししますけど、僕は散らした方がいいと思います。あはい。じゃあ俺は絶対違う自信があるので、うんうんうん、生き残りたいからメガネを。おい！先輩！いや僕メガネですじゃん。はい。生き残りたいじゃん。なんであっちには行かないってことメガネをかぶってる人潰してくる。そうです。僕が唯一無二になりたい。あの人狼とか関係ないからキャラかぶってるから潰したいんだって。メガネキャラ一人でじゃん。一人でいい。俺がそこを避けるべきだった。じゃあ。潰しますよ。じゃあ潰しますよ。下克上ですよ。この意味がない。これ何ゲームなの？わし行くわし行く。本当汗すげえな。これ俺も長年の勘なんだけど付き合いで怪しい。ほら。なんか、うん、ほら怪しい。ほらうん、ありがたい情報。うん。長年の勘。まだ22ですから。長年の勘って言われたら何もやらない。まあいいんですよ別に。あそこじゃない。そうですよね。いやだから僕は。一つのもう一個の散らす条件として僕は信長君を。信長も怪しいんだよな。ならばもし何か同点になった場合に言う弁明というか、ね、のでより何かこうヒントを与えてくれそうな気がする。よし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 222さああと3人。うわそういう意味合いだったらやっぱこれノブにもね聞きたいなと。ありがとうございます。いい香り。確かにそういう意味では情報を得るためには、うんそうだね、散らしてそのお話を、うん、いただきます。時間があった方がいいかなと思うので、うんうんはい、さあこれで分かるぞ、うん、どうするか、まあ、のでどうするこれで分かる。僕も聞きたいんでとりあえずもらってください、はいうん、全員の投票が終わりました。島崎さんに2票、岡本さんに2票、木村さんに1票、真島さんに2票、沖津さんに2票、よって4人の決選投票になります。4人はその場で立ち最終弁明を行ってください。そうですね、結論から言うと僕はハンターなので釣らない方がいいです。続いて岡本さんお願いします。はい、結論から言うと僕はもう村人でしかないです、はい、それだけは言っておきます、お二方メガネズに行きたいんですけど、ちょっとやばいかなって時はなんとなく雰囲気こうちょっと前目でお願いします。圧力前目で、声圧前目でお願いします。はい、誰だ。それでは真島さんお願いします。はい、まあ、もちろん僕も人間なんで生き残りたいですし、ただまあ1回目なのでね何を言うってこともできませんけど、強いて言うなら僕がもし人狼だったら彼を救う意味があんまりない気が、うん、しません。一番初めに彼を怪しくないって言ったし、まあ俺人間だからな、うん、あじゃあごめんなのに疑われたっていう悲しみを背負っています。そうか、はい、最後に沖津さんお願いします。一番僕が必死で喋ってたと思うんですけれども信じてほしいです。そして預言者ですって嘘ついてても生き残ろうとしたんですがハンターですって言った人がいたんで、もう素直に僕はただの村人です。信じてください。それでは決選投票を行います。分かった。残りの5人の方は指を挙げてください。そしてこの4人のうち人狼だと思う誰かへ一斉に指をさしていただきます。せーの。俺信長。島崎さんに刺した方は指を上げてください。1、2、3、3票。岡本さんに刺した方は指を上げてください。0票。真島さんに指を刺した方は手を挙げてください。1票。沖津さんに刺した方は手を挙げてください。1票。よって本日追放されるのは島崎さんです。うん、追放される島崎さんの正体は
ハンターです。おらそうじゃないかと。そうだよね。島崎さんはハンターでした。ハンターは追放される前に誰か一人を道連れにすることができます。島崎さん、誰を道連れにするか決まりましたか？僕今全然わかんないです。もう一旦欲しかったな。それでは道連れにする方を発表してください。おきつさん。おきつさんでよろしいですか？はい、わかりました。おきつさんはハンターの道連れとなり今日追放されます。あの汗が何の汗か、あの汗が何の汗か、これでわかるの？わかります。追放されるおきつさんの正体は、人間です。ただの汗か。デフォルトって言ったろ。俺より汗かくんじゃねえよ。汗キャラもかぶってんだよ。もういいよ。島崎さんと吉さんは追放者ルームへ移動してください。なんか言ってくれ。バーカバーカ。おい覚えてるよ。ヒントは、ヒント何もなし。現在人間5人、人狼2匹。ああ、すごい噛んでる。すいません、おけちゃん、すいません。僕は生き残ったと思ったんですよ。よしと思って、よしと思ったら見事にハンターさん道連れに。いや、本当に初日で情報なくて分かんなかったんで、最悪役職巻き込まなきゃいいかなって思って、消去法で、消去法でおきつさんにしちゃったんですけど。まあ、ですよね。うん、でも、今、何の情報も、だから、もう、クリアになっちゃったから、人狼さん有利ですよね、今ね。まあ、予言者さんの働き次第なんじゃないですかね。岸尾さんちょっと怪しいなって思ってますけど。すごいメガネいじりされてましたね。まあね、それぐらいしか。汗、汗。いやー、いつものことですよ。そう、汗を拭く暇もなく。僕ハンターで指名したあれですけど、小木さんがすっごい尋常なく汗かいたのは知ってたんで助かりました。そう。結果僕が倒しちゃったんですよね。涼しい部屋からもう見てやろうと思いますよ。ね、人狼とね、やります。頑張ります。みんな村人頑張って。村人頑張れ。うん、応援はしてるよ。はい。とさて、騎士たちが目をつむっている夜には何が起きているのでしょう。人狼はゲームマスターの呼びかけで目を開くと、身振り手振りでターゲットを選択。ターゲットにされた人間は夜が明けると追放されてしまいます。一方、預言者はゲームマスターから密かに誰か一名の正体を教えてもらえます。朝が来ました。皆さん目を開けてください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。昨晩人狼に追放されたのは、高橋さんです。追放される高橋さんの正体は、預言者です。バカー。やっぱそうか、預言者だったのか。喋りすぎたな。じゃあみんなあとは頑張ってくれ。ヒントなし。言えないんだもんね。話をよく聞け。話をよく聞け。現在
人間4人人狼2匹。追放されてしまいましたね。こんなに切ないとは思わなかった。怪しまれてなかったのに急に急に来ましたね。いや多分ちょっとまだ僕誰が人狼なのか分かってないんですけど、きっと僕が喋りすぎてしまった言葉の中にあいつ予言者だと思わせてしまった要因があったんだと思います。ちょっとねゲームに慣れてないにもかかわらず予言者ぶろうとした自分を今反省してます。悔しい。人狼2人、2人ハンターと預言者はもういない。人間と人狼しかいないってことだよ。人狼2人、人間3人、3人4人だん。人狼2人、人間4人、はい、そうだ。だから次ミスったらもう終わりです。次ミスったら終わり、はい。菅沼さんにもう一回聞きたいんですけど、本当に大作さんはいつもこの雰囲気ですか？分かんなくなってきた。正直ごめん、分かんなくなってきた。なるほど、うん、なるほど、うん、うん、ここまで絞られると分かんなくなってきた。いやこれは月がないね、はい、そうなんですよ。ここまで来ると、うん、いや月というよりも人狼サイドの2人が結構な技巧派というか、そうだな、知能派の可能性が高いなって。いやこれは運だと思います。あそうだよね、これは運、運が良かったなと思います。技巧派というより別にノブを疑ってるわけじゃないんだけど、はい、ただ俺が人狼だったらせっかく手強い信長言ってくれたんでノブを食うんだけどね、追放するんだけどないと思う。なるほどね。だから僕別に疑ってるわけじゃないんだけど、はい、うん、普通は僕の方に来ると思ってました、うん、はい。なんでかっていうと知ってるからこそこのゲームをよく、うん、だからこそまあでも予言者がやられたのが本当にでかいね。ちょっとどうしようもない。一回も占いてない、うん、どうしようもないですねこれ、うん、なのでここまで来ると本当に菅沼さんとかの長年の勘ね、長年の勘になってきちゃうんです、やっぱり。長年の勘発動させていい？はい、ごめん俺はすっげえ怪しんでるわ。何言う？怪しんでるわ。でも信長君指してますねじゃん。さっきのうまい具合にほらメリットないでしょっていうのに心を簡単な男だからさ、あそっかと思っちゃったんだけど。でも本当のこと言っただけだからさ。もうでもやっぱね俺の長年の付き合いでの勘がこれ外れてたら本当ごめんね、うん、でもなんかむちゃくちゃちょっといつもと違う。なるほど、うん、まあそれは俺には分かんないから、まあね、いつもと違う、いつもとちょっと違う。杉山さんはどう思います？あのなんとなく会話を聞いてて結構頭が切れるタイプなんだけど、あまりなんかこう人サイドの運営にっていうかこううまく進めるためにはってところにあんまりなんか意見が出てない気はするなっていうのはなんとなく根拠はないけど、もっと普段だったらもっとなんか、うんうん、頭が切れるのが多分話を聞いててもあなるほどなっていう意見とか出てくるのになんかちょっと少ないかなという気はしてて、それはもともとそうなんですけど、うん、僕その場の会話にノリで合わせるのが上手なタイプなんで、あんまり賢いタイプでは実はないんですよ。切り返しがうまいタイプというか、まあそれも嘘言ってないんだよね、それもよく言うんだよな。そうそう、さらに慣れてないゲームじゃない、だから余計なことが言えないっていうのがあるんですよ。いやあのマジが言ってるのは正論なんだよな。いや実際そうだから、もう何とも言えないんだけど。え木村君はどう思う？だからずっとさっきのあれで迷ってるんですよ、うん、もうそのさっき言った俺だったらどう考えてもノブだよって思うから、うん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 、吊るされてない、追放されてない、食われてないところを考えると怪しいんだけど、もし本人が言ってた通り村人だったらこれでノブもまだ経験値も全然ない僕らがノブに消えられちゃうときつい。これ今人間が消えられたら終わり？終わりです。終わりだよね、はい、じゃあ絶対どっちにしろ終わりか、絶対ここで決めなきゃいけないんだ、はい、絶対ここで決めないと。あそっかそっか、あそっかそっか、うん、なんで高橋さん狙ったんだろうね。だからなんで分かったのかなと思って、そう
もしかしたらなんか感じたものがあったと高橋さんが言ったことがあって、もしかしたら後々俺全然分かんなかったのね。だからそういうなんか些細な会話の中でピンとくるぐらい経験値の高い人なのかな、うん、言葉をよく聞けって言ってたしな、話を、うん、言葉をよく聞け、うん、なんだろう、つまり喋ってる人の可能性があるってこと、ね、あ、さっき多弁に言ってた人ってこと、うん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 、それで喋ってるって言ったら多分僕と菅沼さんに多分なって、であと安藤真嶋さんになると彦さんになると、まあ喋らされてたね。僕も結局喋らされた。この場合どういう話の進め方をするのが一番人間サイドに得なのかな。今喋ってない人に喋ってもらうのが一番でかい。そろそろ来たいなと思ってました。来た来た来た。実はどう思われますか。俺はヒロキのヒントからだとやっぱりこの後もよく喋る人だと思うから、うん、ノブが一番なるほどなるほど怪しいなとは思うけど、うんうん、ちなみに今の流れだと岡本くんに票が何秒入ってるか、じゃこの今の感じだとさ、岡本くんって、おー、あー行くのか、いやわ、かんないね。でも逆に人狼がこの中に2匹いるんだとしたら、やっぱりそういうふうに誰か特定の人に票を重ねた方が得な可能性もあるんだよね、はい、でさらにまあ僕の方に来るんだったらもう絶対やめといた方がいい、うん、絶対やめといた方がいい、これもどっちの話なんだか、いや本当に信じてほしいですね。いやミスリードにも聞こえるし真実にも聞こえるんだよ、うんうん、俺はノブ信じたいんだよな、うん、もしこれで僕が人狼だったら、うん、シコリンでいいですもん、僕のニックネームは。じゃあ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 じそれは確かに聞いておきたいですね、じゃないと危険な気がするんでっていうか、終わっちゃいました、これで投票です、投票、うわきつい、あともう一個だけ気になったのが、うん、このゲームの中で誰も言ってなかったと思うんだけど、生き残りたいって何度も言ってたのがちょっと気になった、現在、うん、人間が4人人狼が2匹です、この投票で人間を追放してしまうと夜に人間がもう一人追放され、わかんないな、人狼サイドの勝利となってしまいます。それでは人狼だと思う人にバラを渡してください。はい、まず言ったか、僕に来たら本当に負けちゃうので、なんとかして狼をここでやんなきゃいけないんですよ。でその場合もうここの直感です、完全に直感です。そうか、ずっと怪しんでたもんな、このちょっと俺行かせてくれ、はいはい、俺やっぱり相棒だけどごめん、これで間違ってたら本当にごめん。お前本当俺好きな、うん、じゃあ俺はそういう意味で可能性を捨てきれないと思ってるんで無視しちゃいけない。そうね、とりあえず自分の直感というか可能あれをね、素直に言っとこう。僕は信長が追放されたのが計算外だったと思って、なんか、なんか乗っかるみたいで悪いんだけど、言われてみると確かに怪しい気がするんですよ。あんまり喋らないし、初めてだから。それは僕も一緒です。いやもう岸尾さんも怪しく感じてそういうこと言ったら急だろ。いやいやいや、いつもは信じてますよ。やれちゃう人だな。ヒロキのあれでやっぱノブかな。なるほどなるほど、最後の一つちょっと絞りきれていないので最後の話を聞いて、聞いてちょっと判断したいなと思います。聞いてみましょう。いったか。いや僕も正直全ての投票が終わりました。大丈夫な気がするんだよな。岡本さん2票、岸尾さん2票、真島さん2票、よって3人の決選投票になります。3人の方はその場に立ち最終弁明を行ってください。それでは岡本さんからお願いします。はい、
僕は直感を信じると大作さんなんですけれども、うん、正直どっちかわからないです。ただ僕じゃないことだけは確かなので、それだけは言いたいです。はい、なるほど。それでは続きまして塩さんどうぞ。まあそうですね、何の役職もない人間なんで、すごい楽オーラ出してたつもりなんだけど、楽です。今でもそれを信じてもらおうしかないかなっつって。それでは真島さんどうぞ。そうですね、まあ多分今一番疑われてるの僕じゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、だからどうしたらいいのかって考えた時に、もうじゃあ僕を殺してくださいって言おうかなと思ったんですけど、僕が死んじゃうとゲームが終わっちゃうことになっちゃうんで、それはまずいなとは思うんで、まあでも僕じゃないとしか言えないんです。それでは決選投票に参ります。3人の方は指を挙げてください。この3人のうち人狼だと思う誰かへ一斉に指を指してください。投票先は決まりましたか？はい、はい、せーのよっ。岸尾さんに指した方は指を上げてください。あ、違います、うん、1票。真島さんに指した方は手を上げてください。はい、2票。今日追放されるのは真島さんです。間違ってたらごめん、間違ってたらほんとごめん。追放される真島さんの正体は、人狼です。すいませんでした。よし、長年の勘、すごい。この男の勘がマジ怖い。よし、いやー残念です。最後まで生き残りたかったです。ま、それは本当なんだな。それは本当だった。それは本当だ。それは本当だ。ここはでも意外と本当のことしか言っていないんじゃないかな。本当のことしか言ってない。これがヒントなのかどうなのかも。嘘かもしれないけど、さようなら。現在人間4人、人狼1匹。終わりましたね。終わりましたね。いやーしんどかった。何分慣れてないので、いきなりこう封筒を開いた時に人狼って書いてあった時は本当どうしようかと思ったんですけど、まあ初心者の割には頑張ったのかなとは思ってますけど、まあ生き残りがあったですよね。恐ろしいのはやはり長年の勘といったところでしょうかね。ではもう一人の人狼の方に向けて最後終わりのメッセージ。いやー僕は彼はとても上手だと思うので、こう人狼の方目を開けてくださいって言って会った時に、これはいけるなとは思ったんですよ。で先にやられるんだったら僕だなとも思ってたんで、意外と思い通りの展開ではあって勝てるんじゃないかな。朝がやってきました。皆さん目を開けてください。自分がうんってできてるか分かんないんだよね。でもね、見ての俺らしかいないな。昨晩人狼に追放されたのは岡本さんです。でしょうね。だからあくびしなかったんですよ。追放される岡本さんの正体はまさか人狼。なわけない、噛まれてるんだから。人間です。ほらそうだ。みんな、うん、頑張って。ファイト。ありがとう。ありがとう。いやー、現在人間3人、人狼1匹。いやー楽しいですね。でも見せ方って考えると難しいなって思っててですね、本当勝ちにこだわる僕と信長くんだったら、いつもは、横の人に指して、投票が全部同票っていうのをずっと続けて、誰も、
釣られませんでしたってするのが本来の僕たちのせっこいやり方なんですけど、それをやるとつまんなくなるということで、今回はもうロジックじゃなくて直感だけでやるスタイルでやってます。誰が残りの人狼かわからないですか？そうですね、もう直感だとわからないですね。まあ動画でもなんか菅沼さんはなんか人間っぽいので、これがもし狼だったら僕は菅沼さんちょっとってこう人間不信に陥りそうです。なので、とりあえず僕から見て、白っぽい菅沼さんファイト。俺ね正直、はい、ノブだと思ってた、ね、俺もノブだと思った。残りの一人は僕は正直、うん、さっき思ったのがこうやってやってる時にちょいちょいこう推理的なことをパッと言ってる時にカメラ忘れますね。もうちょっとカメラで、ね、意識すればよかったと思って、うん、でもさ一個前のその真島君の時のチョイスからすると、うん、なぜにそっちに、あ、俺が気象さんに、うん、気象さんに行ったのは、ね、あのノブだと思ってたんですけど、うん、ノブってあの推理的なこと言ったり僕こうこうこう思うんですよとか言うんですけど、普段ゲームやってる時にあんまり本当に違うんです僕って言い方しないんですよ。嘘の時にそういう嘘のつき方はあんまりしないんで。なるほどね。これはもうよく一緒に遊んでる知ってるから分かるね。だから直前にあ違う違うってことは気象さんかなって、あいつが言ってる気象さんかなっていう。なるほどね、うん、俺の長年の勘、気象さんだと思った感じゃなくて、うん、ノブじゃないと思った感じ、長年の感ね。俺でも長年の感で気象さんがね、気楽すぎるんだよね。こんなじゃいられないと思うの、人狼だったら絶対に。そう、残り3分だって。だから俺の中では気象さんは外れるんだよな。でも俺この3人は絶対大丈夫だってずっと思ってきたから。でもこの3人の中にいるってこと、俺じゃないの？俺人狼だったらさっき刺さないし。そうですよね、うん、だってあの時点で減っちゃったらやっぱり圧倒的に不利になるから。で僕も刺してる、うん、だから可能性としてはあの分からないけども、うん、お二方の方が高いのかな、どちらかっていう可能性が高いのか、うんうん、それをだからどう見極めようかな。俺も正直菅沼さんはもう全然疑ってないんで、うん、ごめんよ、うんうん、こう見えてもしょうがないなとは思うけど、うん、人そうだよね、マジに指さしてた我々は安全ですね、確かに、うん、いやただ俺は食われたのがノブだった時にヒヤッとしたんですよ。やべえ、俺杉山さん疑ってなかったと思って。分かんないよ、分かんないけど頭のいい人疑ってないって怖いんだよなとは思った。俺これで気象さんだったら俺気象さん見直しますよマジで。もう人狼にやりてえよ俺さ、これ俺すげえ役者だなって。俺やりてえよ、変えてくれ。絶対人狼じゃない。気象さんはあのこの3人だと誰が一番怪しいと思います？いや、急に俺に変えたチームかなっていう。でここまで生き残ってるところからしてもやっぱり切れるタイプの人かなって気がしてるっていうのが、たまたまで当てたんじゃないってことですね。そういうなんか話の持ってき方にしても、だからよりゲームのことを理解している人なのかなっていう気がなんとなく、うん、してるというか。俺もあの良平を疑ってるわけじゃないんだけど、消去法で絶対違うと思うし、マジを指してるからなんか安心するから、消去法だと良平になっちゃうな。まあそう、わかります。いや俺でも全く勘が当たってるからね、うん、今ね、うん、それが嫌だな。全くね、おかしな点がないんだよ、うん、でもおかしな点がなさすぎるっていうのも怪しい。でもこれは村のためのことしか言ってないですよ。いや、まあ、先に弁明するとね、確かにそう、うん、そう今まで、うん、もう1分前だって。で言い訳させてもらうけれども、うん、ノブじゃないと思って変えたのも気象さんだっていうのは合ってなかったけど、ノブだってのはノブじゃないっていうのは合ってたし、ですごくそれで俺はだから理屈で考えてだよなって俺とノブだけ言ったんですけど、やっぱりねってノブが追放される。それは、うんうんうん、ノブが気象さんを指してたから、気象さんからしてみると次ノブを夜中に追放しておかないと次指名されるのは気象さんな可能性が高いんですよ。そうね、あれだけ話を持っていける男だから。だから俺は絶対分俺の直感があってノブが村人だったら絶対追放されるだろうなと思ってました。今でも俺パッと考えたんだけど、うん、この残されたメンツ見て、うん、ノブ消したでしょ、
ノブ消して一番有利なのって良平なんだよね、うん、そんな気がする俺ら3人経験してるから ね、 そうですね、だから殺したのかなっていう高い人間上から狙ってるのかなっていう気もしたりして、わかんねえいやわかんない。投票の時間です。現在人狼が1匹、人間が3人ですので、この投票で間違えて人間を追放してしまうと人狼の勝利、人狼を追放すると人間の勝利となります。それでは投票を行ってください。じゃあちょっと今すごく旗色が悪いんで、だけどこのままだと本当に負けちゃうので、すみませんけれども、散らさせていただきます。やっぱでもそうなんだよな、うん、このままでは負けてしまいます。はい、行きましょう良平。はい、うん、はい、いや散らして考えを聞こうかなと思ったんですけど、直感をちょっと信じています。はい、そして皆さん、やっぱ俺は良平だと思うよ。俺は誰を選んでももう決まってみましたもん、ね、俺に、まあね、まあ俺がこっち来てもね、こっち来ても。投票が終わりました。岸代さん1票、木村さん3票、今日追放されるのは木村さんです。すまん良平、もし違ったら本当ごめん。木村さんの正体は、人狼でした。ということで人間チームの勝利です。手ごわかった最後の最後で。人狼は木村さん、真島さんでした。最後の最後でちょっと今までわからないんだけどって話したのが、急に断定口調になり始めたからあれと思って、いや、ああでもすげえ強い、すごい、あしんどかったね。おめでとう、元気でいい村を勝ったぞー。イエス。人狼バトルは人間チームの勝利で終了。いやお疲れ様でした。人間ダメだって言ったでしょ、直感的には。いいだろ、言ったでしょ。メガネですか。悪いメガネめ、嫌なお目をかぶっちまったな。いやそれでは皆さん一言ずつ感想をいただきたいと思います。僕は何にもできませんでしたが、まずおきつさん、はい、はい、いいメガネのおきつさん、いいのね、いいのね、おきつさんすいませんでしたというのと、逆に僕だったらもう良平さんのプレイングがすごい村側の行動しすぎてて騙されてたと思うんで、もうね、菅沼さんの直感力と、そして杉山さんの冷静な判断の、この冷静と情熱のお二人に感服です。その間があるからね、冷静と情熱の間に伝説の岸尾様が。いや、ありがとうございました。まずは本当伝説の岸尾さん、本当にすいませんでした。僕は直感だと思う、完全。なんなら木村さんがもしあの時僕を残していたら、どう考えても大作さんを釣ろうとしてたと思います。正直言うと、だからこそ本当に良かったとホッとしております。いや本当に信長君も言った通り、木村さんロジックからは木村さんって見えなかったんですよ。村人目線の話を延々してた分釣りにくいんですね。それを釣ったお三方は本当にすごいと思いました。楽しかったです。それでは岸尾さんお願いします。はい、伝説の岸尾です。いい人でした。ね、毒にも薬にもならない男でございます。次人狼やりたくない。すぐバレる。人狼は理屈じゃねえなと勉強になりました。楽しかったです。喋りすぎは良くないね。真っ先にやられた。完全に分かったでしょ、多分最初の頃から。うん、
もし次があるんだったら今度は僕あの借りてきた猫のように黙っていようと思ってます。また会える日を楽しみに。ありがとうございました。人狼がね相棒で本当に良かったなと。もう最初からもうね嘘が下手くそでしょこの人ね。でもそこがねすごい魅力なんですよ。あとねやっぱり良平がすごかった。あのもうラストバトルがね良平、劇団ひまわりすごい。劇団ひまわりはすごい。役者名役者が揃ってんなと、名役者が揃ってんなと本当にね、さすが子役からやってんなっていうのは本当にしみじみ分かりました。勉強になりました。子供の頃から人狼だもんね。ありがとうございます、はい。そうですね、やっぱり難しいなと思いました。こう皆さんそれぞれのキャラクターを見抜くのが本当に難しいなと思って、逆になんか今回の場合は本当にね木村君がすごすぎるがゆえに逆に怪しく僕には映ったんですけども、完璧すぎちゃう。そうなんですけど、でも本当に何でしょう、敵サイドから見てもあっぱれなぐらいすごかったなと思います。どうもありがとうございました。次人狼にまたなることがあったら菅沼を真っ先に通報しようと思います。それが勝利条件です。そうだな、バレちゃうからな。いいメガネのおきつです。世の中にはいいメガネと悪いメガネがいるということがよく分かったと思います。メガネでくくって判断しないようにしましょう。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。実は皆さんからいただいたエネルギーで王様の呪いを解くことができました。ありがとうございます。あとは皆さんが元の世界に戻るためのエネルギーが必要です。おいおお、新喜劇、うん、そこで提案があります。どうでしょう。何でしょう。もう一戦してみませんか。わかりました。もう一戦やるかどうかを人狼ゲームで決めましょう。どっちにしてもやるって。それでは人狼バトル2回戦開始します。人狼やるぞ。おー、はい、OK です。早くね。セリフを追放者ルーム。追放された人は残りのバトルを観戦。で役職が誰が嘘つくんだ。でででで、うん、そうか。なるほど、だから話そらしたんだ。なるほどな。あのメガネですよ。ここはちょっと彦さんに頑張ってもらうしかないな。あのメガネが並びさえしなければいけない。でもあれですね、菅沼さんの勘当たってましたね。菅沼さんの勘当たってましたね、うん、やっぱ長い付き合いってでかいな、いつもとちょっと違うって思うとすぐに感じるんですね。でも信彦さんが人間側なんで、うん、まだ目はありますよ。まだ目はあるかな。まだ勝ち目はあるかな。2日目昼、木村さんが冷静にこう周り見てるもんね今ね。陽平さんはきっと多分ひろきさんの予言者じゃねって思って噛んだんじゃないかな。わかんないけど。結構そっか、人狼じゃなくてちょっと発言が。そう、ひろきさん、序盤がちょっと違いましたもんね。ねえ、ちょっと頑張ってる感じがね。そうそうそう、明らかにテストプレイの時とは違ってたんで。ないんだけど、ただ、俺が人狼だったら、せっかく手強い信長言ってくれたんで、ノブを食うんだけどね。追放するんだけどね。まあ、なるほど。別に歌ってもいや、りょうへいさん、ほら。ほら、りょうへいさん、狼のくせに今俺だったら、ノブヒコを食うぜ、みたいな話をしてますよ。でもね、木村さんね、今口をすぼめる癖があるな。まあでも予言者がやられたのが本当に、ちょっと言った後、いやちょっと言いづらいんですけどっていう喋りを。それでも両親別に本物の時もやる気がする。芸達者やな。長年の勘になってきちゃうんです。やっぱり長年の勘発動させていい。はい、ごめん、俺はすっげえ怪しんでるわ。何言う、怪しんでるわ。おー、菅沼さんすごいな。何なんだろうこのセンサー。さっきのうまい具合、やっぱ長い付き合いメリットないでしょっていうのに心を、簡単な男だからさ。でもそっかと思ってたんだけど、多分ここで本当のこと言っただけだもん。でもやっぱり俺の長年のあれだ、追放だ、追放できないと負けですよね。
なんかむちゃくちゃちょっともうそっか、はい、ここで追放できないと一気にいっちゃったから。でも俺には分かんない、でも予言者は今違う、 いつもとちょっと違う、聞いたんだよね。お疲れ様です。帰りなさい。おかえりなさい。こんなに悔しいんだね。ゆきさんアグレッシブでしたもんね。そうすごい活動的だったから、何かあるのかなって思ったんですけど。いや、そう思うでしょ。なんかあると思う。俺そう思われたなって最初の頃にちょっと思っちゃった。でそれをなんとか、ええ、本番に入ったから先輩頑張ってるんだっていう方向にしようと。そういや、それをねちょっと思ったんです。で迷ったんですよ、やっぱり。多分どんどん裏目裏目入ったんだよね。多分この方なんですよ。あ、こいつか。そう。でこいつか。そう。だろ。そうなんですよ。多分でもきっとこの隣がこの方だったのがなんか悪かった気がします。感じ取られたかな。もしかしたら。だよな。どう考えてもノブだよって思うから、うん、ほらほらほら、自分が狼だったらノブヒコさんを噛むのにおかしいでしょみたいな弁が述べてますけど、なるほど、もしもう伝説の岸尾さんがめっちゃ考えてますから。めっちゃ考えてる。まだ経験値も全然ない僕らがノブに消えられちゃうときつい。お今よ、お自分じゃやっぱり経験値どっちも違うな。ここで決めなきゃいけないんです。やっぱりちょっと作戦悩んでる。伝説の岸尾さん頑張れ。伝説の岸尾さん頑張れ。でも菅沼さんの勘がすごいんですよ。せっかくずっとやっぱ真島さん信用できないって言ってて、うんうんうん、感じたものがやっぱ流れの付き合いってのはバカにならんもんね。バカにならんですね、本当に。俺全然分かんなかったの。ずっと真島さん推しなんですよね、うん、そういうなんか些細な会話の中でピンとくるぐらい経験して杉山さん、冷静、冷静、言葉をよく聞けって言ってたし、なんかこう別人みたいな、ちょっと面白いですね。面白い。つまり、喋ってる人の可能性もあると。ああ、さっき多弁に、うんうんうん、あ、乗っかってきた、乗っかってきた。そうだそうだ。今のうちに狼の時の癖をこう見つけられたんですよね。そうそうそう。サビの顔してますね。いい顔してますね。いい顔してますね。真剣な顔している。超考えてる。くそ、このメガネ目。どういう進め方をするのが一番人間サイドに。冷静、冷静な二人。今喋ってない人に喋ってもらうのが一番でかい。どう思われますか。俺はヒロキのヒントからだとやっぱりこの後もよく喋る人だと思うから、うん、ノブが一番。なるほどなるほど。怪しいなと、うん、違うよ。ごめん逆だ。伝説の岸尾さん違うよ。そうだよな、そう思っちゃったよな。岡本票が何秒入ってるか、この今の感じだとさ、岡本くん、岡本くんって、ノブ、おお。いやー、ノブ、が君のがどっちかでよって作戦っていうか考え方が変わるから、誰か特定の人に票を重ねた方が得な可能性もあるんだよね。でさらにまあ僕の方に来るんだったらもう絶対やめといた方がいい、絶対やめといた方がいい。信じてほしいです。いや、ミスリードにも聞こえるし真実にも聞こえるんだよ。俺はノブ信じたいんだよな。誰を追放するんだ。これで僕が人狼だったら信じたいんだよなーって今良平さん言った。僕のニックネームは、あ、僕は人ごとみたいな、ちょっとバラエティ番組みたいな、僕の中で結構重要なニックネームだった。結構ね、重視されてなかった。終わっちゃいますか。これでどうなる。今日人間だ。これだって良平には票いかないもんな、これな。真島さんを、菅沼さんがすごい真島さんを押してくれるとか。そうそうそう。2日目、追放投票。もうこの直感です。完全に直感です。あー、ずっと怪しんでたもんな。伝説の伝説の岸尾さんも。はい、はい、やっぱりこの人はどうだ。よっしゃよっしゃ、さすが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 。俺はそういう可能性を捨てきれないと思ってるんで、無視しない。あー、なるほど。そうね、とりあえず自分の直感というか可能性をね、素直に言っとこう。僕は信長が死んだ、追放されたのが計算外だったと思って、だから全然まだ他に思ってます。なんか乗っかるみたいでは悪いんだけど、言われてみると確かに怪しい気がするんです。あー、行きやすいとこに。あんまり喋らないし、それは新郎。そう、それは僕も一緒です。いや、もう岸尾さんも怪しく感じるんだよ。そういうこと言ったら急だろ。いやいつもは信じてますよ。やれちゃう。あ、でもやっぱヒロキのあれでやっぱノブかな。ああ、なるほど。最後の一つ、ちょっと
お願いします。絞り切れていないので、杉山さん最後の話を聞いてかもしれない。聞いてみますよ。よしたか、よぎった嘘つきメガネをよくぞ。メガネの中のメガネの嘘つきの悪い方のメガネだ、あれは。いいよ、なんかこっちの方が盛り上がりますよ。盛り上がる。こっちの方が俄然楽しい。いいよ。だってこっちよりも声の力高いですから。マジマさん、余計なこと言わないように。それでは岡本さんからお願いします。ここ乗り越えれば、はい、目がある気がするんですよね。ありますよね。僕は直感を信じると大作さんなんですけれども、正直どっちかわからないです。ただ僕じゃないことだけは確かなので、それだけは言いたいです。はい、それでは続きまして超うなるぞ。まあそうですね、何の役職もない人間なんで、すごい楽オーラ出してたつもりなんだけど。裏目に楽です。今でもそれを信じてもらおうしかないかなっつって。それ長い付き合いを信じる。それでは真島さんどうぞ。そうですね、まあ、でも 2-1 ですね。多分今一番疑われてるのは僕じゃないかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、だからどうしたらいいのかって考えた時に、もうじゃあ僕を殺してくださいって言おうかなと思ったんですけど、僕が死んじゃうとゲームが終わっちゃうことになっちゃうんで、それはまずいな。どの口が言ってるんだ、まあ、どの口が言ってるんだ。それではちょっと表情がまたなんかね、涙ぐんぐん。3人の方は指輪は絶対こっちいるでしょ。絶対で菅沼さんが折れない心で、そうだね、杉山さんが、杉山さんお願いします。投票先は決まりましたか。はい、はい、それでは参ります。せーの、やばい。よし、岡本さんに刺した方は指を上げてください。えらい、すげー、えらい。石田さんに刺した方は指を上げてください。よしもうこれでね、ですね、もう3人ですから、うん、こうなってくるとガゼン良平さんちょっと怪しくなってくるんですよ、終盤になってくると。そうだね2票。よしよしよし、真島さんの正体は人狼です。すいませんでした。嘘つきメガネ、嘘つきメガネ、正直メガネ良平の感想、良平の今でめっちゃ悪いから良平の魔法が。よしマジで今ひどい、めっちゃ悪いから正直。残念です、最後まで生き残りだったんです。あー、嘘つきメガネが来たぞ。嘘つきメガネが来たぞ。すいません、嘘つき、これ面白いことになってますよ。メガネの悪い方だ。どうなってんの。多分これから良平さんと岸尾さんの信用勝負になります、うん、どっちを信じるんだ。まあそりゃそうなるよね。3日目朝、人間です。そりゃそうだ。そりゃそうだ。なんかみんな、うん、頑張ってファイト。ありがとう。ありがとう。いやー、さあ違う違うってことは、岩さんがどんな立ち回りをするか。岩さんかなっていう。なるほど、ね。岩さんも情に訴える。俺の。岩さんだって。俺じゃない。長年の勘ね。俺でも長年の勘で岸尾さんがね、気楽すぎるんだよね。こんなじゃいられないと思うの、人狼だったら。絶対に。残り3人。すごいが。だから俺の中では岸尾さんは外れるんだよな。でも、俺この3人は絶対大丈夫だってずっと思ってきたから。でもこの3人の中にいるってこと？俺じゃないの？人狼だったらそのまま刺さないし。そうですよね。だってあの時点で減っちゃったらやっぱり圧倒的不利になる。僕も刺してる、うん。だから可能性としては、わからないけども、うん、お二方の方が高いのかな、どちらかっていう可能性が高いのかな。うん、それを真島さんは、真島さんはもう全然疑ってないんで。すごいですよね。人狼やったことがあったのに、とんでもない成長速度というか。そうだよね。マジに指さしてたら、我々は安全ですね。確かに。いや、ただ、ほら、俺は、食われたのがノブだったの。ちょっと見てみたい。ちょっと見たいですね。戦いたくないです。僕は、菅沼さんの人狼も見てない。わかんないけど、頭のいい人疑ってないって怖いんだよな、とは思った。お疲れ。おかえりなさい。いや、これ直感わかんない。こっち超盛り上がってますよ。こっちわかんない。悪いやつがいますよ。確かに直感わかんないや。あいつダメ。わかんないや、直感。答えこれです。
木村さん悪い人だわ木村さん、ね、だって龍一さんずっとすり寄ってましたよね、うん、木村さんに、うん、悪い人だわ木村さん。いやここの信用勝負が両平を疑ってるわけじゃないんだけど3対1ですから、うん、絶対違うと思うし、うん、マジを指してるからなんか安心するから消去法だと両平になっちゃうな、まあ、おー頑張ってるからね、うん、今ね、うん、それが嫌だな。しかも情報じゃないですけど消去法、消去法ね、おかしな点がないんだよ、うん、でもおかしな点がなさすぎるっていうのも怪しい。でもこれは村のためのことしか言ってないですよ。いや、まあ、先に弁明するとね、確かにそう、うん、そう今まで悪いやつや、もう一分前悪いやつや、で言い訳させてもらうけれども、ノブじゃないと思ってたのすごいアップしてますよ。気象さんだってのはあってなかったけど、ノブだってのはノブじゃないってのはあってたし、なんか生と同みたいな感じですよ ね、 冷静と直感の、うんうんうん、ですごく、それで俺はだから理屈で考えてだよなって、俺とノブだって言ったんですけど、やっぱりねってノブが追放される。それは強いな、この二人、ノブが気象さんを指してたから、気象さんからしてみると最強じゃないですか。この中に追放しておかないと次指名されるのは気象さんな可能性が高いんですよ。そうね、あれだけ話を持っていける男だから。さあ最後のか、だから俺は絶対分俺の直感があってノブが村人だったら絶対追放されるだろうなと思ってました。3日目追放投票、投票を行ってください。はい、行きましょう。良平、はい、うん、おすごいな、本当菅沼さんのセンサーがとんでもない、やばいっすね、うん、もうこれはでももう良平さん確定ですね、自分に投票は。これは誰を選んでももう決まってみましたもん、ね、まあね、まあ俺がこっち来てもね、こっち来ても投票が終わりました。すごい、本当に、うん、本当すげえ、何なんだろう菅沼さん野生の神な。木村さんの正体は真剣だちょっと充血してるし人狼でした。よっしゃよっしゃー、俺だったら勝てない、ロジック組だったらこれ勝てない、負けてます、ロジック組だったら勝てない、僕が、そう、ね、うん、これはもう絶対的に勘じゃないと、うん、あそこに導き出せないですね。で、おじさん基本村のためになること言ってたし、してましたもんね。そうだから白判定をしやすい位置にいて材料的に、うん、なるほど、うん、OK です。すいません、じゃあスタジオの方にお願いします。いやー、いやすごい、すごい、すごい、楽しかった、面白かった、すごいわ。皆さんお疲れ様です。おー、何の服、はじめまして。はじめまして、あれ賢者高田です。あなた、あ、賢者、あ、け、賢者、はい、人間の方、おめでとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい逆転勝利でしたね。ちょっと振り返ってみましょうか。はい、はい、まずは1日目にハンターを、はい、みんなで追放してしまったと。ごめん、ハンター、いやいや、全然全然全然、トイレでも行ったけどごめんな。さっき、トイレで行きましょう。ハンターって言い出したタイミングが、ね、すごい絶妙すぎたから、うん、あれ逆になんかおかしいなって思っちゃって。いやでも俺絶対、ね、勝てたんでよかったです。信長は違うと思ってた、人間側だと思ってた。そう、ひろきさんずっと言っててくださって裏でね。そう、あ、でもここにいた時もひろきさん、うん、あーってすごいやってくださってたんで、うん、そう、信じてもらえてると思ったら噛まれちゃったんです、ひろきさん。でもね、いきなり追放されたので誰かも道連れにしなきゃいけないということで、もう、はい、こんな中で一人を選ばなきゃいけない、一番辛いパターンですね、ハンターが。僕初日めちゃくちゃ楽しかったですよ初日やばいやばい、やられるやられる、追放されるって思って、で助かって逃れたんだもんね。みんなありがとうって思ったらもう道連れで死んでしまったというね。でも一喜一憂しまして、とても楽しい、はい、でも本当に悩んでらっしゃったから本当に分かんなかったと思うんですけど、ね、いや本当に人狼は全然分からなくて、でもどんなに間違っても役職、特に預言者を釣ってはいけないなって、なるほど、預言者しかいないか、釣ってはいけないなって思って、うん、おきさんごめんなさい、絶対預言者ではないって。そうだね、そう、自分でも言っちゃいましたから ね、そう、うん、なるほど、預言者じゃない人をさ、でそこの中に人狼がいたらラッキーかなくらいで、あ、なるほど、すみません、どう考えてもでも人狼じゃないでしょいやねだから人狼かどうかよりも預言者じゃないを優先したんです、ね、そうですね、まあ、そこは本当ハンターにとって人狼を行こう、もしくは預言者は絶対にダメだっていう、まあ、考え方いろいろありますよね、うん、そしたらなんと夜に襲われてしまったのが預言者。すみませんでした。これもすごい、これもすごい、これはちなみに人狼のお二人はなんか選んだ理由とかってあったんですか。先に指示をくれたんですよ、うん、なるほど、まあ、お二人じゃなくてで、ノブは
預言者だったらああいう言い方しないんですよ。なるほど。それで勘で違うって言ってて、で俺もなんとなく絶対違うだろうなってその部分はやっぱ勘なんです。だからやっぱ人狼の中でも預言者か預言者じゃないかっていうのをずっと見てたってことですね。そうですそうです。この人、さっき言ったと同じです、この人は預言者じゃないだろうっていう人を外して襲ったら、まあ、4分の1か3分の1ぐらい実はなってたの。でもこの2人は預言者じゃなかったんですよ。なるほど。空気的に。そしたらこのお二人で、僕高橋さんなんかあるっぽいなって思いながら去っていきました。俺もね、本当始まったからずっと自分が何言ってんだろうって思ってロジックねえくせに何か言ってるなっていう。めちゃくちゃ怪しかったとかそんなことは全然なかったんですよ、うんうん、しかも汗かかなかったじゃないですか。かかなかったね、うん、俺絶対かかと思ってたんだけどねよく感染を止めてましたね。感染が止まりましたそのテクニック教えてください。どうしたんだ、ダダ漏れだった、ダダ漏れだった。そしたらすぐ賛同してくださったんで。なるほど、そうだ。なんか僕も雰囲気的に怪しい感じがしたんですよ。いや俺もね、自分のね、自分のこと怪しいと思ってたじゃあそれが伝わってきてるの。そうですね。それを、あ、先輩本番だ、本番で割と年上の方だから頑張ってんだなっていうふうに思われようとしてた。なるほど、はい。それでもう2日目の時点でハンターも預言者もいないっていう状況になってしまい、まあノーヒントというかです、なかなか手がかりがない状況で、なんと真島さんをなんとか、もう旗から見てると多分もうこれはもうダメかなっていうところから。真島さんをなんとか、あのね、なんかね、リアル預言者みたいな人がいるんですよ。いや、野生の預言者が最後のこのね、説明を聞いてた時にやっぱりなんかどことなくなんか雰囲気がいつもと違うなっていう。いや、でもやっぱり難しいって言われるんですけど、難しいよこいつ怖いよ。いや、すごいでもすごかったし、ね、大作さんはって聞いた時にちゃんと会って、いや、違うと思うって、違う、ちゃんと村人だと思うって言ってて、うん、すごかった。そうなんだって。でなんとかそこで、人狼を一人追放することができて、うん、夜に襲われてしまったのが、岡本さん。はい、そうですね、はい。いや、僕だとは思ったんですけど、まあ、その時に僕はもうなんなら木村さんを信じきっていて、うんうん、僕を食べるんだったら、その襲うんだったら、なんなら高橋さんより前にもう、うん、襲っといてもいいんじゃないかなっていう理論が働いちゃってですね、うんうん、なんで木村さんも度外視にしてて、なんかちょっとやっぱりこう視界の片隅に見えるって若干隣に座れねえじゃん怪しく見えちゃったんですね、ちょっと雰囲気で。直感を信じたらそれが間違ってたんです、うん、はい。で最後は2択まで、迫った中で、まあ、どちらも人間らしい弁論をしっかりと、うん、ただ一個言い忘れたんですね、あの時信長を追放した投票の時に、俺一人真島さんを指してた、指してたから指してたんだ。それ言うの忘れたの。あれ弁論で言おうと思って取っといたのにすっかり忘れて、それが悔しくて。なるほど、わざとわざと最後のそれ使おうと思って先に、賢いなと思って、だから先に死のうと思ってた。悔しい惜しかったね。いやでも最後はね、大逆転っちゃ大逆転の、なんとか、まあ、勝った気しないよねって話をさっき裏で、まあ、野生の預言者のおかげではまた次もよろしくお願いします。